ら、アギオちゃん、どうしたのよ、その顔。親でも殺しそうな顔をしてるわよ。もしかして、この先に行こうとしているなら、やめた方がいいわ。昨日、今日で何かものすごい人でなのよ。女と男を探せが合言葉みたいで。まさか、アギオちゃん、関わってないでしょうね。もう、口止めされたけど、言っちゃうわ。昨夜、久々にアギオちゃんの元奥さんに会ったわよ。わざわざ訪ねてきて。アギオちゃんのこと、よろしくって言ってたわ。可愛くてけなげで、いい奥さんじゃないの。アギオちゃん、ああいう奥さんを、大切にしないと罰が当たるわよ、ね、そうよ、一緒に休暇旅行なんてどうかしら。アギオちゃんも疲れてるみたいだし。え、いずれあの世に旅行へ行く。うん、もうアギオちゃんが言うとシャレになってないわよ。公安第四課が裏で画策してるらしいとか、今情報裏ネットは混乱してるわ。こういう時は部屋にこもるのが一番よ。アギオちゃん、ねえ、聞いてるの？空ばかり見つめて、ねえ、どうしたの？あ、一体彼らはどこ行ったのよ。昨夜兵を引くんじゃなかったわ。あのまま捜査を押し切って。ああ！誰か、ここに男が。あ、いた、誰か、殺される。首締めないって。喋るわ。いつも野生的な男性ね。光竜様はもう後がないのよ。機械人形を本部へ送らなくては。さもなければ本部から殺し屋が来て、私たちは粛清されるわ。そんな時、ゴリラみたいに大きくて背中に刀を刺している男が、そいつが私たちにあの機械人形を持ってきたの。本当よ。ジン・アヤメはあの機械人形で組織に打撃を加えようとしているって。アギョン・ソーマがそれを手助けするって。だからあなたたちを罠にはめようとしたのよ。だけどジン・アヤメがまさかこうも早く裏切るとは。考えてみれば、あの刀の男が全てを仕組んでいたような気がするわ。私が光竜様から聞いているのはそれだけよ。本当よ。機械人形の居場所？機械人形が生まれた研究室に生みの親と一緒に連れて行かれたって。本当よ。嘘なんてついてないわ。ミントが生まれた研究室、どう考えてもあの場所としか思えないぜ。しかし、生みの親と一緒にとは、まさか。ミツルギ邸の前だ。ミントがかつていた邸宅だな。ミントがかつていた場所。アヤメは死ぬ間際、何と言っていた。機械人形は彼女の本来いた場所に。どうやらミントの居場所が分かったような気がする。
誰だ貴様は。うん、貴様は。悪いな、上がらせてもらうぜ。飛んで火に入るなんてバカめ。今この屋敷には五人の猛者が詰めている。死にに来たか。悪いな、お前と遊んでる暇はないんだ。5人だな。情報サンクス。2階で慌ただしく動く気配がする。どうやら一戦交える必要がありそうだ。よし、気合い入れていくぜ。この家は曲がりくねった長い廊下なんだ。身を隠すにはもってこいだぜ。くそ、ここには3人か。はあ、次。サブマシンガンを持っているとはな。戦争でもするつもりかこいつら。いや、もう戦争なのかもしれないな。俺とアウトフィットのおかげで一発食らっちまったぜ。くそ。まずいな、弾も少なくなってきた。しかも腕を撃たれちまった。痛いぞ、肩の付け根を撃たれた。あやめの言う通りだ、腕が錆びついてやがる。止血をするぜ。止血ベルトくらいはいつでもしているからな。付け根を縛れば、やっ、縛りっぱなしだと腕がエソを起こす。定期的に緩めねばならない。生きるためにはな。だが右腕がしびれてもう使い物にならん。このドアの向こうに一個中隊ほどいたらどうするかな。その時は頭をかいてごまかすか。さ、立とうぜ、アギョ。お前はまだ大丈夫だ。立てよ。
ミント。ミント、ようやく会えたな。アギョー様、私もお会いしたかったです。なんだこのガラスケースは。クソ、苦しくないか。息はできるのか。私は酸素呼吸を必要としません。ご心配には及びません。そうか、離れてろ。今拳銃で。今私がこのケースから出たら機能を停止してしまいます。なんだって。私は今メモリーをコピーさせています。その後解体されます。どういうことだ。不良品と断定されてしまいました。言っている意味がわからない。お前など覇気だとお父様に言われてしまいました。お父様。はい。どうすればここから出せる。今外へ出れば電源が落ちて私は機能を停止します。人間で言えば心に相当します。こいつを壊せばいいってわけじゃないのか。はい。誰がお前をここから出してやれるんだ。それは私だけだよ。アギョー様。が、なんだと。久しぶりだね、探偵君。貴様。貴様とは人聞きの悪い。三剣秀一が私の名だ。三剣か。アギョー様。ミントから話は聞いた。君が研究成果を横取りしていた張本人だったわけだね。横取りだと。人のものをかすめ取ることを横取りというのだ。まさに君の行為そのものだ。どんな教育をしたのかわからないが、とても私は憤慨している。メイドロイドの本来の機能を損ない、した罪は大きい。アギョー様、血がたくさん出ています。それだ、学習プロセスに問題がありすぎた。まさかこうも早く情緒の発露が行われるとはな。なんだと。メイドロイドは人間的でなければならない。だが同時に人間の弱さを克服せねばならない。それがメイヤだ。発想と欲望、そして感情を克服することこそがメイドロイドの役割だ。君は何か勘違いをしていやしないか。なんだと。母であり、かつ人生の伴侶と貴様は言っていた。人生の伴侶が感情をむき出しにするなど、くも誇張だよ君。メイヤは理性と知性、教養で人間に助言し、時には指示され、的確に目的を遂行する完全マシンでなければならない。それがミントだというのか。そうだ。俺はとんでもない思い違いをしていたのかもしれない。人間は困る。知的探求心をなぜ消せぬのか。
イカれてるぜ。褒め言葉と受け取っておこう。かのゲーテも述べている、偉大な計画というものは最初は狂気の沙汰に見えるものなのだ。人類が思考のこととしてきた、自然の神秘として称えてきたことを我々の知性であえてやってみせるのだよ。我々のここにあるものは何か、頭の中にあるものだ。植物的な人間は脳髄が入っているとしか考えられない。だが神経とシナプスが結合し、優秀な思考能力を持っている脳でさえも将来は思想家によって作られることになるだろう。そこにいる名家にきっかけを与えれば、それはどこまでも成長していく。だがニューロンの成長がこうまで露骨に情緒と感情をむき出しにすると、こんなことではいけない。名家は違う存在だ。私の知性がそれを実現してみせる。バイオクリスタルはニューロンプロセッサの核となる功績だった。だが成長したニューラルネットワークは私の予測を超えて進化、知性、情緒、感情の発露を具現化してしまった。バイオクリスタル、ネットワーク構成速度が速すぎるのだ。我々人類が10年かけて学習することを、この機械人形は150秒で学習してしまう。脳と同様に学習により自己アルゴリズムを獲得できる名家は著しい速度でシナプスを結合させていくのだ。その結果がこれだ。感情を覚え、情操と情緒を認知した名家がこのまま肥大していけば確実に崩壊する。これを不良品と言わずして一体何だというのか。貴様は公安とつながりがあったのではなかったのか。あの掃除屋だ。君は伏姫率いる公安がまさか正義の味方などと思ってはいない。彼らは名家だけでなく、それにまつわるものすべてを消す。なんだと。ガルシアは研究の独占を目論んだ。だから私はガルシアから距離を置いた。別に公安に助けを求めたわけじゃない。貴様、アウトフィットを憎んでいるのではないのか。バカを言うな。ガルシアを倒れ、今度は公安が私の研究を闇に葬ろうとしている。だからアウトフィットと手を結んだ。それだけだ。それを阻むものは妻であっても殺さねばならない。そうかい。彼女をやったのは直接は手を下さない。そこまで野蛮ではない。スポンサーは素晴らしい。私の研究を理解し、さらに融資をしてくれるという。海音寺などの成金の資本の比ではない。名家は軍需産業での応用体制が整いつつあるそうだ。それでいい。私にとっては結果ではなく過程なのだ。そのためには完全なメイドロイドでなければならない。こんな不完全な機械人形など用済みだ。存在自体が汚らわしい。これがミツルギの本性というわけか。